こんにちは。こんにちは。フリースピリッツです。今回は家族に送りたいカバン3点ということで、フリースピ博多店スタッフの国と私東がこちら、ご紹介をさせていただきます。ぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずこちら一つ目ですね。ファイブウッズから出ております、プラトトートバッグの A4 サイズをお持ちいたしました、ね、こちらはどなたへのカバンですか？こちらはもうね、もう見た目の通り、はい、もう男性のねスーツに似合うカバンということで、うんうん、お父さんへのプレゼントで選ばせていただきました。素敵。こちらもう A4 サイズのファイルですとか、13インチの PC なども入るような大きめのサイズのもの、まあプラトーのトートバッグの中では、真ん中のサイズのものをご準備させていただきました、うんうん、これさえ持てばっていうか決まるだろうという確かにお父さんってパソコンとか書類とか持ち運ぶ方もいらっしゃると思うので、すごい使いやすそうですよね。はい、そうですね。中がですねこんな感じになっております。ね、結構入りそう。そうなんですよ。もうポケットが2つ付いているので、はい、スマホとキーケースをそれぞれ分けて入れたりですとか、整理がしやすそうですね。はい、あとチャックのちょっとね若干マチのあるポケットもあるので、うん、貴重品を入れたりとか。そうですね、もうちょっとこう隠しておきたい、入れていただければいいのかなと思います。で今回ねお色味はちょっとブラックじゃないものを選ばせていただいたんですけど、重みが減るカラーにすることで、ね、ちょっと普段使いできるようなカラーをちょっと今回は選ばせていただきました。はい、では今度は東が、はいはい、母に送りたいカバンを選んでみました。こちらがビアベリーのチェルシーボストンバッグの S サイズになります。こちらを選んだ理由としては、はい、お母さんってこうお仕事も行くし、お買い物にも行くし、もちろんおしゃれしてお出かけだってするので、はい、なんかこういろんなシチュエーションで使ってもらえるようなカバンを探してこれにしてみました。こちらが例えばこうお財布だったりとかポーチだったりとか、はい、まあ女性なので日傘だったりとか、はい、結構荷物にばらつきがあるかなっていうイメージがあったので、はい、結構容量的には入るサイズ感のをこう選んでみました、はい、このカバンがこの横の部分の金具でシルエットが変えられるので、はい、こう荷物多い時はここを取ってちょっと違う形で使っていただけるので、まあ、場面によって変えて使ってもらえたらいいなと思います、はい、でこの付属のベルト、はい、ついてるのでここにこういう感じでつけてもらったら、ちょっとした旅行とか行く時だったりこうお買い物して荷物が多くて手が空いてたら嬉しいなみたいな時もショルダーにして使ってもらえるので結構機能性がいいんですよね。でこの中のデザインもちょっとストライプ調で可愛らしいので、お母さんこういうの好きそうじゃないですか？わかります。ちょっと落ち着いた感じのデザインになってます。もちろんこうお買い物とかお仕事だけじゃなくお出かけにも持っていけるようにっていうので、この素材的には生地なんですけど、ただこの持ち手だったりこのちょっとしたところ節々にレザーが使われてるので少し上品さというか、はい、カジュアルすぎない感じがいいなと思って選んでみました。はい、ありがとうございます。では最後に、はい、兄に送りたいカバンということで、はい、新レザーズから、出ておりますサコッシュ、パセをご紹介させていただきます。シンプルな見た目のこういうちょっとしぼ感があるイネリアボックスのお顔を使用した上品で、なんかちょっと経年変化も一色なんだけれどもこう変化が出るようなお顔のサコッシュを選んでみました。男性なのでそんなに荷物も多くないけど、うんうん、でもちょっとカバン欲しいよねっていうタイミングの際にはなんかもうこのぐらいの大きさならね
ちょうどいいのかなと思って選ばせていただきました。男性の人気高いですよね。あ、そうなんですよね、うん、結構聞かれます。で、中がですね、もう本当にこんな感じでシンプル、メインポケットのみのカバンとなっているので、まあ、お財布、まあ、携帯、あ、ハンカチ、うんうん、とかちょっとこうさっと持ち歩くのにいいのかなと思って。またね、紐の調節もここ、このようにスライドさせるだけで簡単に調節ができるので、なんかお洋服に合わせての長さとかをささっと変えていただいたりとか、ちょっとお荷物の状態とかで、ちょっと上の方が良かったらその場でスッとこう上げたり下げたりできるような作りになっております。今回は家族に送りたいカバン3点ということで、こちら3つ選ばせていただきました。商品の詳細につきましては、概要欄に URL 貼っておりますので、ぜひそちらもご覧ください。今回もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。